ではキーストーン種の話からしていきましょう。ある北米の海岸にヒトデが生息していましたね。ヒトデは貝 A を食べていた、貝 B も食べていた、で貝 C も食べていたね。貝 A も B も C もみんなヒトデに食べられていたね。僕たちなんとなく捕食者と被食者がいたら、なんとなく被食者にね感情移入しがち。うわ貝かわいそう、貝たちかわいそう、なんかヒトデが貝いじめてる、なんかヒトデ悪いやつって思ってしまいがち。だったらって言ってこんな実験がその海岸で行われました。だったらヒトデを全部除去してみましょうかって言って、その海岸のエリアの岩にくっついてるヒトデを全部除去したね。ヒトデを全部除去した。そしたらどうなったか。やった、ヒトデがいなくなったぞ、ね、やった、これでヒトデに食べられなくて済む、やったやった、ね、回転獄だ、ね、みんなハッピーに平和に暮らしたかって言ったらそうではなかったんですね。ヒトデをその海岸から除去したらどうなったか。競争力の強い貝 C がその海岸を埋め尽くし、貝 A と貝 B はその海岸から姿を消した。その海岸の生態系が壊れ、多様性が激減したんですね。こんな時に、うわ、ヒトデってその海岸の生態系のにその海岸の生態系にとって非常に重要な生物だったんだってことで、その場合ヒトデをキーストーン種っていうんですね。キーストーンっていうのは建築のアーチのここにある石ね。ここにあるね、このアーチのここにある石がなくなったらこのアーチがバーンと壊れるでしょ。同じようにヒトデがいなくなったらその生態系がバーンと壊れるときに、あ、ヒトデはキーストーン種だったんだって、ヒトデはキーストーン種だったんだってわかるわけですね。まあどの種とどの種とどの種がキーストーン種って厳密に決まってるわけではないね。数が少なくてね、少ない数でその生態系にものすごく大きな影響を与えてる生き物を、まあ一般にキーストーン種という。まあテストに出るのはヒトデか、あとはたまにラッコが出るね。ラッコね、ラッコがいなくなるとラッコに食べられていたウニがものすごく増え出して、でウニが海藻を食べちゃって、でその海の生態系が壊れてしまうっていう例がよく出る。ラッコとヒトデがキーストーン種として有名ですね。こんな風に生き物同士の関わり合いってね、生態系の研究って、生物の多様性の研究ってすごく難しい、予測しにくいんですよ。その生物がいなくなって初めて、あ、その生物ってすごい大切だったんだって分かることが多い。今回で言ったら、競争力の強い貝 C をヒトデは多めに食ってたんだよね。これ均等に食ってるわけじゃなかった。競争力の強い貝 C を多めに食っていたから、その海岸に貝 A も貝 B も貝 C も存在することが、生息することが実はできていた。こんな例もある。ここから先ちょっと発展だけど、例えばオオクチバス、ブラックバスだね。あ、外来種のオオクチバスが例えば在来種のトンボの幼虫食べてるね。あ、外来種のオオクチバスね、ブラックバスがトンボの幼虫食べてるね。オオクチバスは悪いやつだね、オオクチバスは悪いやつだ、全部駆除しろって言って、オオクチバスを駆除したらトンボの幼虫の姿が消えたってことがあり得る。どんな場合、どんな場合が考えられる、どんな可能性が考えられる。トンボの幼虫がオオクチバスに食べられてる、オオクチバスを駆除したらトンボの幼虫がもっと減った、どんな場合が、どんなことが考えられる、どんな原因が考えられる。例えばその池ね、その池ってオオクチバスとトンボの幼虫しかいないとは限らないよね。もしかしたら、アメリカザリガニも住んでいて、アメリカザリガニがトンボの幼虫を食うかもしれない。オオクチバスを駆除しろ、駆除した、オオクチバスに食べられていたアメリカザリガニが大増殖する、トンボの幼虫が食い尽くされる。こんな風に生き物同士の関わり合いって本当に予測しがたい、非常に難しい。生物基礎では勉強しないけど、第三者が生物同士の相互作用に、つまり生物同士の関わり合いに影響を与えることを間接効果っていう。これ覚えなくていいよ、間接効果っていう。オオクチバスがいることでトンボの幼虫がアメリカザリガニに食いつくされずに済んでいたんだ。オオクチバスがアメリカザリガニを食ってくれるから、貝 C をヒトデが多めに食ってくれるから、貝 A も B もその海岸に生息することができたんだ。こんなふうにある2つの生物同士の関わり合いに第三者が影響を与えることがね、生態系では非常に頻繁にある。だから生態系の研究ってすごく難しいんだ。生物の多様性の研究ってすごく難しい。我々は誰かがいなくなった後で、うわ、あの生物ってすごく生態系にとって大切だったんだって後から気づくことの方が多いんだ。こんな風に、なんだ、
まあ、こんな風にね、ちょっとキーストーン種と、あとね、まあ、間接効果っていうね、あの文字は覚えなくて、あのもちろんこんな単語はね、生物基礎では覚えなくていいけど、あ、そうなんだってことね、あの知っておくと、良いと思います、教養としてね。では、キーストーン種の授業でした。